浅田信沖から1927年4月27日は、日本の陸軍軍人、家族。最終階級は、陸軍大将、男爵。武蔵区に入間軍で、川越藩士、坂口明中の三男として生まれ、同藩士、浅田純真の養子となる。江川英流の塾にて法術を学ぶ。明治3年12月、陸軍兵学寮生徒となる。 明治5年3月、陸軍商委に任官し、不評5番代替付となる。1877年、第四旅団に編入し西南戦争に出征。1878年10月、陸軍主管学校教官となり、熊本人大参謀などを経て、1884年3月、陸軍少佐に進級し不評、第二連大隊代替長に就任。 1885年5月、陸軍共同団不評大隊長となり、参謀本部陸軍部第二局第二課長、参謀本部第二局員を経て、1888年6月から9月まで、新国に派遣された。1889年5月、不評第二十一連隊第一大隊長となり、1891年6月、陸軍中佐に昇進し、 第3師団参謀となる。不評、第2連隊長、トンデン平参謀長を歴任し、1894年11月、陸軍大佐に進級した。日清戦争には、臨時第7師団参謀長として動員されたが、戦争終結のため現地に赴くことはなく復員した。1896年5月、第7師団が編成され、初代参謀長に就任。 東部都督部参謀長を経て、1897年9月、陸軍少将に昇進。1898年10月、不評第20旅団長に就任し、不評第5旅団長を経て、日露戦争に、この絵不評第1旅団長として出生。激戦の末分水嶺の占領に成功した。1904年9月、陸軍中将に進級し、この絵師団長に、 親保され、佐賀海戦以降の初戦に従軍した。1906年7月6日に、久留米第12師団長に転じる。1907年9月、日露戦争の功績により、男爵を授けられ、家族に劣せられる。1910年8月26日に、大阪第4師団長となり、1911年9月に、教育総監に就任。 1912年8月、陸軍大将に信任される。軍事参議官兼東京英寿総督を経て、最終官職は、軍事参議官。1916年10月12日、交尾役に編入され、1921年4月に退役し、1927年に77歳で死去。1918年から1923年、 第日本部特会第7代会長、ありがとうございます。